私たちの住む長野県東御市、豊かな流れをたたえる千曲川と雄大な山々に囲まれた自然豊かなこの町で毎日充実した学校生活を送っています。私たちは学校の近くにある旧北国街道の宿場町である雲野宿を特集しようと取材に行きました。そこで浮かんだ一つの疑問をきっかけに、予期せずして忘れられようとしている郷土の悲しい歴史に出会ったのです。雲野宿は北国街道の宿場の一つとして江戸時代に栄えた宿場町で、古い町並みを今に残しています。この雲野宿はすぐ隣の田中宿とともに東御市発展の中心的役割を担ってきました。雲野宿が栄えた背景には、江戸から善光寺にお参りに行く人々の通り道であったこと、江戸と佐渡金山との中間地点にあったこと、加賀の前田氏をはじめとする北陸地方の大名たちが参勤交代で利用する宿場町であったことが挙げられます。取材を進めているうちに、私たちに一つの疑問が浮かびました。雲野宿の中央を通る道がまっすぐ続いてきているのに、通りの外れで大きく左にカーブしているのです。まるで途中で道がなくなってしまったかのように。わざわざこんな作りにするでしょうか。昔の雲野宿の地図を見つけました。やはり昔は道はまっすぐ続いていたのです。文献調査の結果、江戸時代中期の1742年、寛宝2年という年に行き当たりました。この年に私たちの町を大きく変える大水害があったことが分かったのです。私たちの中学校の郷土史に詳しい社会科の先生にお話を伺いました。そうですね、これはもう大変な、ね、大きな洪水でしたので、この辺の古文書には、ほとんど全て、記録があります。7月27日から降り出した激しい雨は数日間にわたり降り続きました。特に被害が大きかったのは千曲川に流れ込む支流の所沢川流域。雨が降り出して数日後の8月1日、所沢川上流で山崩れが発生、所沢川の流れをせき止めました。降り続いた雨にせき止められた流れと大量の土砂が大きな土石流となって下流の村々を襲ったのです。土石流はまず旧金井村集落を直撃、さらに現在の私たちが通う東部中学校の付近を流れ下り、その下流にあった田中宿を飲み込んだのです。多くの尊い人命を奪い、土石流は千曲川に流れ込みました。私たちの学校の周辺の南北に走る雑木林、調べていくとこの林は土石流が流れた跡だということが分かったのです。で、土石流が流れてきたその影響を受けた千曲川がさらに暴れて、今の雲野宿の白鳥神社のこちらの方を削り取ったという、そういうふうに考えていけば。社会科の先生に紹介してもらった土石流のことを今に伝える史跡を巡ってみました。これは発見石と呼ばれる岩です。寛宝2年の土石流で上流の方から流されてきました。とても大きな岩です。土石流の恐ろしさを感じさせられます。発見石のすぐ隣には土石流を引き起こした所沢川があります。ここは寛宝2年の土石流で大きな被害を受けた田中区にある薬師堂です。ここには土石流で亡くなった方々を慰霊するための石碑がいくつか建てられています。これは平成3年に建てられたものです。
現在は芝生公園となっている場所に金井村の跡という石碑を見つけました。現在の金井区の区長さんにお話を伺いました。百何十名かの金井では死者が出て、で、まあ、水害などというのは非常に大きな死闘があって、もうここには復興はできないというようなことから、村全員で現在のこの地に移転をしてきたというようなことになっております。土石流前、金井村のあった場所は芝生公園、社会体育館、テニスコートなど市の公共施設になっています。芝生公園を取材していると、公園の横に古い墓地を見つけました。墓石は寛宝2年より古いものばかりで、現在はお参りする人のいない無縁仏になっているようです。ここは旧金井村の墓地で、奇跡的に土石流の直撃を免れたと考えられます。このお地蔵さんは土石流の1年前に建てられたものです。恐ろしい土石流の様子を目の当たりにし、その後の復興を見守ってきたのでしょう。土石流跡にできた雑木林を取材しました。ご覧の通り、土石流によって押し流された石がゴロゴロしています。この石によってこの土地は長い間利用できずにいました。市の公共施設が建てられるようになったのは最近のことです。ふと市の社会体育館の石垣を見ると、これまでは気にも留めませんでしたが、数多くの大きな石でできていることに気がつきました。ひょっとしてこれらの石は土石流によって運ばれてきた石なのでしょうか。第一体育館や芝生公園にある石はその時の土石流のものをそのまま使ったということですね。当然やるにはですね、やっぱり自然石を利用したものは非常にこう環境的にもいいと、で環境に配慮できるということの中で、そのままの石を利用したということでございます。大きな石がたくさんあったので工事はとても大変だったそうです。東部中学校にもその当時の写真が残っていました。私たちが学校生活を送っている東部中学校も、部活動で利用している社会体育館やテニスコートも、たくさんの犠牲者を出した土石流の跡に立っていることが分かりました。しかし私たち中学生の多くは寛宝2年の大水害のことを知りません。今年長野県では豪雨による大きな被害が発生しました。この地に暮らす者として、この東海の将来を担う者として、私たち中学生こそが郷土の歴史に学び、防災の意識を高めていく必要があるのではないでしょうか。二度とあの悲劇を繰り返してはいけない。雲野宿の曲がった道、薬師堂や慰霊碑、そしてあのお地蔵さんが私たちに訴えかけているような気がします。